今回は名探偵コナン勘違いで殺されたかわいそうな被害者ランキングを発表していきます。コナンを読んでいるといろいろな被害者が登場してきます。その中でたまに殺しちゃダメ、気づいてと思わず犯人に言いたくなる勘違いで殺害されたかわいそうな被害者がいます。そこで今回は原作コミックス1巻から98巻を読み返してかわいそすぎると思った被害者をランキング形式でまとめました。ということで名探偵コナン勘違いで殺されたかわいそうな被害者ランキングベスト7を発表していきます。原作コミックスに記載されている内容から勘違いで殺された被害者の中でかわいそすぎると思ったものを独断でランキングにしています。それでは発表していきます。第7位をバカにする。こちらの被害者は単行本5巻、アニメタイトルカラオケボックス殺人事件に出てくるボーカルの木村達也さん、21歳です。この被害者はカラオケボックスでライブの打ち上げをしているとマネージャーに殺害されます。勘違いされる原因になった被害者の言動をまとめてみました。1、飲みすぎを注意してきたマネージャーにひどすぎる発言。2、マネージャーに赤鼻のトナカイを歌わせる。1番の発言はうるせえどうせ引っ込んだろ、ひどすぎます。2番で歌った赤鼻のトナカイには真っ赤なお鼻のトナカイさんはいつもみんなの笑い者という歌詞がありマネージャーをバカにしています。マネージャーである犯人は被害者を愛していました。被害者にふさわしい女性になるため整形をしていました。その整形した顔をバカにされたことが許せず殺害をします。しかし被害者がバカにしていたのは以前の顔に戻ってほしいためでした。自分のために顔を変えたことが許せずバカにしていたのです。被害者も同じように犯人を愛していました。ちなみに新曲で素顔の君に伝えたいという犯人へのラブソングを出す予定でした。犯人は被害者の行為を知らず勘違いで殺害してしまったのです。かわいそうな被害者でした。ただ整形した顔をバカにしないでほしかった。整形した顔をバカにするが第7位でした。続きまして第6位、姉と同じを好きになる。こちらの被害者は単行本20巻、アニメタイトルバスルーム密室事件に出てくるハイドデパート店員の青島美奈さん、24歳です。この被害者は自宅で姉に殺害されます。勘違いされる原因になった被害者の言動をまとめてみました。1、姉と同じアイドルを好きになる。2、姉と同じ服やバッグ、食器や家具を買い揃える。3、無邪気な顔して笑いながら衝撃の発言。4、姉が5年付き合っていた相手と婚約する。2人暮らししていた家を姉が出ていくことになります。5、自分から結婚をしつこく言い寄ったと姉に伝える。3番の発言はごめんお姉ちゃん、また私お姉ちゃんと同じ人好きになってとうとう告白しちゃった。犯人である姉が5年付き合っていた相手に妹である被害者が告白したことを伝える衝撃の発言です。ですが実際に告白をしたのは犯人が付き合っていた相手からでした。妹はそのことに対して何度も断り、自分なんかよりお姉ちゃんとよりを戻してと伝えていました。5番は姉を思ってしたことでした。犯人が被害者の気遣う気持ちに気づかず勘違いで殺害。かわいそうな被害者でした。気づいてあげてほしかった。姉と同じ人を好きになるが第6位でした。続きまして第5位は完成していた。こちらの被害者は単行本53巻、アニメタイトル怪盗キッドと4名画に出てくる及川武頼の岐阜の神原春人さん、82歳です。この被害者は画家の武頼にアトリエで殺害されます。もともと被害者は武頼の絵の師匠でした。勘違いされる原因になった被害者の言動をまとめてみました。1、武頼の妻である自分の娘の入院費を稼ぐため武頼が描いた3部作の作品を資産家が購入するときに混在しない4作目の青蘭を売り込み販売の約束をする。雪月花の3作で完成していた作品を花鳥風月の4部作と偽っていました。2、怪盗キッドから青蘭の絵を盗むという予告状が来た話を聞き、わしにも考えがと何かを言ったそう。3、竹織くんちょっと話がと何かを言ったそう。4、風景画を描いていたが10年前に手を痛めてから筆を握っていない。5、竹織くんと何かを言いたそう。6、わしにも考えがあると言っただろうと声を荒げる。被害者が勝手に一番の約束をしたため犯人は風をテーマにした作品青蘭を描くことになります。しかし15年前トルネードの事故がきっかけで妻が入院したトラウマで風を題材にする絵をなかなか完成できず、その間に妻が亡くなり描くことを諦め怪盗キッドに盗まれたことにしようとしました。ですが青蘭は別の作者によって完成していました。手を痛めていた被害者が犯人の作風に合わせて代わりに筆を口で加えて必死に描いていたのです。2番、3番、5番、6番でずっと痛そうにしていたのは完成していたことを伝えたかったんですね。ですが犯人は青蘭が存在しなかったことをバラされると勘違いして話を聞かず殺害してしまいました。かわいそすぎます。
話を聞いてあげてほしかった。セーランは完成していたが第5位でした。続きまして第4位、部屋にこもって。こちらの被害者は単行本65巻66巻アニメタイトル死亡の館赤い壁に出てくるイラストレーターの明石周作さんです。この被害者は幼馴染に部屋に閉じ込められ殺害されます。勘違いされる原因になった被害者の言動をまとめてみました。1、キャンバスを買うお金もなかったため妻の肖像画を塗りつぶし別の肖像画を描きそれを売ってお金を稼ぐ。2、妻の誕生日の前日に部屋にこもって作品を仕上げる。3、作品に集中していたため妻が倒れていることに半日経った妻の誕生日の時に気づく。3年前被害者の妻が亡くなっています。原因は心臓発作でした。毎年誕生日に被害者が描いた自分の肖像画を飾っていたのですがそれを誕生日前日に探していた時に心臓発作が起き倒れたまま放置をされたことで亡くなってしまいました。1年前一番の肖像画を犯人が偶然買いました。そして犯人は友人である被害者の妻が心臓発作の直前まで探していた肖像画がすでに塗りつぶされて売られていたことを知ります。そのことを妻に伝えず放置した結果亡くなったことが許せず被害者を殺害します。実際は被害者は新しく妻の肖像画を描いており誕生日当日に間に合わせるために部屋にこもっていました。そのことで妻も亡くなり勘違いで殺害される。かわいそすぎます。素敵な誕生日を過ごしてほしかった。部屋にこもって妻の肖像画を描くが第4位でした。そしてここからベスト3の発表です。第3位がない。こちらの被害者は単行本94巻95巻アニメタイトル紅の修学旅行に出てくる脚本家の錦太郎さん38歳と俳優の伊早真也さん37歳です。この被害者2人は大学時代の同級生に京都で殺害されます。勘違いされる原因になった被害者2人の言動をまとめてみました。1、打ち上げの会場で原作者であるデクリ・ミチオが試写室でしばらく呆然としてたことを伝えると酔いながら嬉しそうに発言。一番の発言はそんなに驚いた大成功だ。デクリ・ミチオは自分の名前が映画のスタッフロールになかったことに呆然としていました。それなのに一番の発言をされたため犯人は許せず被害者を殺害します。ですがスタッフロールに名前がなかったのはスタッフが文字の感覚を直してしまったためでした。もともとスタッフロールには5人の同級生の名前と一緒にこのような形でデクリ・ミチオの名前が表示される予定でしたが文字の感覚を直したことで表示されなくなります。打ち上げで被害者がした一番の発言は暗号好きのデクリ・ミチオを喜ばせるサプライズが成功したと勘違いしていたためでした。そして犯人もスタッフロールの事実を知らず勘違いして殺害、勘違いに勘違いが重なって殺害されたかわいそうな被害者でした。ただ一番かわいそうなのは映画のスクリーンで自分の名前がスタッフロールに表示されるのが夢だったデクリ・ミチオかもしれません。失意の果てに自殺します。生きていてほしかった。デクリ・ミチオの名前がないが第3位でした。続きまして第2位を送った本人。こちらの被害者は単行本83巻アニメタイトル意外な結果の恋愛小説に出てくる小説家助手の水月千秋さんです。この被害者はホテルの部屋で小説電話と海と私のラストシーンの打ち合わせ中に自分が助手をしていた小説家に殺害されます。勘違いされる原因になった被害者の言動をまとめてみました。1、小説家に何度言い寄られても奥様に怒られますよと伝える。2、20年前小学生のファンから届いたファンレターの差出人の名である太田純をヒロインにした小説のタイトルを自分が決めたいと言い出し電話と海と私にする。3、小説電話と海と私の小説家が書いた文章に事細かく修正を入れる。4、小説電話と海と私に入れ込む理由を小説家に聞かれるとそのうちわかりますよとニヤニヤ笑う。5、街中を小説家と歩いている写真が週刊誌に愛人疑惑の見出しで載る。4番をされていた時に5番が起きたことで小説家である犯人は助手が私を破滅させようと仕組んでいたと勘違いし殺害します。しかし4番をしていたのは小説の結末で明らかになる電話と海と私の意味と同じ暗号の解き方をすると自分が小学生の頃ファンレターを送った太田純であることがわかるということでした。電話と海と私という小説のタイトルは電話海私がテルシーアイで後ろから順番に読むとアイシーテルで愛してるとなるのが小説の結末の肝となります。同じ仕組みで被害者の名前の水月千秋はジューンオータムと同じように後ろから順番に読むと
オータムジューンとなり、太田純がわかります。ただ自分が一緒に大好きな小説家さんと小説を書き切りたかったのに殺害される。かわいそすぎます。週刊誌に掲載しないであげてほしかった。ファンレターを送った本人が第2位でした。そしてついに第1位を蹴り飛ばす。こちらの被害者は単行本69巻、アニメタイトルカッパが見た夢に出てくる辰彦の父で旅館の主人の沼山万蔵さん51歳です。この被害者は旅館の屋根裏部屋で辰彦の小学校の先生に殺害されます。勘違いされる原因になった被害者の言動をまとめてみました。1、息子の友達が作った石を積み上げたお墓を墓参りに来た人の目の前で蹴り飛ばす。2、カッパの話をされるとこれ以上意もしない妖怪の話をするならこの旅館から出て行ってもらうぞと激怒。3、毎朝起きたら屋根裏部屋に行き窓から双眼鏡で川を見張る。4、仕事の合間を見つけては屋根裏部屋に行き窓から双眼鏡で川を監視。5、辰彦が借りた絵の具を緑色だけ違うメーカーにすり替えて小学校の先生に渡す。6、ため池に浮いていた辰彦の遺体から片方の靴を剥いで懐に隠し持つ。この旅館はカッパが出ると噂されていました。そんな時にため池で海パン1枚に靴だけ履いた状態の辰彦の溺死した遺体が見つかります。履いていた靴は片方は墓に埋め、もう片方は6番をしている被害者が、5番をされた犯人は緑色の絵の具だけ使っていたことに気づき墓を掘り起こし靴を確認すると内側のつま先に緑色の絵の具がこびりついていることから辰彦が全身を緑色に塗ってカッパの格好をしていたと確信します。そして1番、2番、3番、4番、6番の行動から靴のことを被害者が知られたくないためやっていると考え、ある結論に。それは被害者がカッパの格好を旅館の客寄せのために息子に命令してやっていたこと。そのことで辰彦が溺れ死んだ事故が起きたことが許せず殺害をします。しかし実際は命令ではなく辰彦自身が旅館のためにやっていたことでした。そして被害者が靴のことを知られたくなかったのはカッパの格好をしていたことを知った人が真似して同じ目にあったら辰彦が悲しむから墓を蹴り飛ばしていたのも近づかせないためだったんですね。また蹴り飛ばした墓は誰も見ていない時に被害者自身がこっそり積み直していました。かわいそすぎます。犯人もカッパの格好に気づかないでほしかった。墓を蹴り飛ばすが堂々の第1位でした。さて今回は名探偵コナン勘違いで殺されたかわいそうな被害者ランキングベスト7を発表してきました。気になる被害者はいましたでしょうか。この被害者もかわいそすぎるなどありましたらぜひコメントしてみてください。ではまた。